炎湧いたよ。濡れた服ちゃんと乾かすから置いといてね。お洋服乾いたからここに置いておくね。ごめんなさい。
ふたパパ、もっと小さい時は一緒に入ってたんだけど、最近はお仕事忙しくて。ごめんなさい。方がいいだろ。お祝いだしさ。いいのかな。うん、そうだね。
兄ちゃんたち、どこに行ったんだろう。え？迷子？寝てるときは可愛いんだけどね。やっぱり、いっそ寝てるうちに食べちゃおうかしら。これだけして起きないなら大丈夫よね。そんじゃ、いただきまーす。あら、起きちゃった。美味しいケーキがあったんで、どうしようかと思って。いやー、しのぶちゃん、昨日はすぐ寝ちゃったじゃない？それでね、ぐっすり寝てるんだったら食べちゃおうかと。起きてる時に触るとうるさいじゃない？時にしのぶちゃん、早く行かないとラジオ体操始まっちゃうよ。交流は大切よ。あ、私のことは気にしないで。なんだかとんでもない嘘言ってるよ、タカ。おきゅ、そうするとラジオ体操というのは危険な行為なんですね。はいです。ちょっとメル、どう聞いても嘘だってば。おきゅ、
それは自業自得だ。ダメだよ高山くん、メルは素直なんだから。なんかメルがかわいそうになってきたよ。おきゅー、私ってかわいそうなんですか。朝からにぎやかだな。分かってないな、忍。おいらだって日々成長してるんだぜ。カズキに言われたらおしまいだね。にゃにおお。そういえば今日の夜ある夏祭りは行くの？オイラはもちろん行くぜ。楽しそうだな。お祭りですか、面白そうですね。よし決定、みんなで行こうぜ。じゃあ待ち合わせは。ところでさ、しのぶ、最近凛とよく一緒にいるけど、もしかして凛と付き合ってるのか。いや別に気にしてるわけじゃないぞ。勘違いするなよ。ほら、よく一緒にいるじゃん。別にそんなこと。なるほど。二人して何の話してるの？別に、なんでもねえよ。なあ、しのぶ。始まりますよ。おっと、それじゃあ行かなきゃ。あ、待ってよカズキ。私も行っていいですか。うっきゅしのぶじゃん。誰か探してるのか。え、オイラを。
海か。いいな。ああ、オイラはいつだって大丈夫だぞ。時間に縛られない男と呼んでくれ。ああ、ちなみにリンも来るのか。いや、別に気にはならないって全然ならないぞ。うん。お、ほら、リンが一緒だと口うるさいじゃん。いや、それはほら、いくらリンとはいえ仲間外れはかわいそうだし。わかった。じゃあ一通り準備していくぜ。はいよ。どうしたんだい、キョロキョロして。かわいい女の子でもいたかい。残念ながら僕にはそういう趣味はないよ。それでなんで僕を探してたんだい。海、海と聞いちゃ行かないはずないさ。みんなってことは弥生も行くんだろ。まあだから何ということもないんだけどね。早い時間だね。その言葉、高山にこそふさわしいのではないのかね。それじゃあ僕はこの辺で。Yeah.